こんにちは、スティナディレクターのさゆりです。スティナ10周年スペシャルコンテンツ第1弾ということで、今日はですね、2012年から2014年の間に発売した商品だったり、こう思い出をデダーンってこちらにちょっとご準備しましたので、皆さんと一緒にね振り返っていければいいなっていう動画になっております。で、最後にですね、この2012年から2014年の間に作った商品の中からみんなが選ぶ復刻版アイテムの投票の記事をご紹介するので、ぜひぜひ第1弾をねご紹介するので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ということで、2012年から14年振り返っていきたいと思います。2012年8月28日にスティナは誕生しました。私だけのオリジナルレオタードを作るセミオーダーレオタードブランド、スティナというネーミングでね、多分ね最初デビューしたと思うんですけれども、今はねそれこそディレクターズアイテムがね主流になっていますけれども、このセミオーダーカスタムできるっていうのは本当にね日本国内ではなくて、しかも柄物っていうので、かなりねバレエ界にセンセーショナル本当にこう革命を起こしたとお客様方にも言っていただけるんですけれども、もちろんもう10年前からね本当にスティナが大好きでご愛顧くださってるお客様のおかげで、まあ、10年間やってこれたんですけれども、こちらにね今ファーストカタログ、一番最初のカタログをちょっと持ってきました。私たちにとってすごい貴重なんですけど、もうこのねチューリップでもスティナが一躍世の中に広がった、もうスティナといえばチューリップっていうね代名詞とも言える生地です。これはね、もともとのブランドコンセプト Find Yourself っていう、私自身を探して見つけてっていうセルフプロデュースをテーマにしたブランドだったんですよ。スティナっていうのは、まあ、ロシア語でステナっていうのが舞台という意味で、そのステナの愛をちょっともじって、愛っていうのは私ね、私を入れてちょっともじってね、スティナっていうネーミングになったんですね。最初はねこれはもう林ゆりえちゃん、今期ね10年ぶりに SS のモデルも務めてくれた、私が所属していたスターダンサーズバレエ団の、ね、プリマバレリーナの子が一番最初にねこのカタログに登場してくれて、これも私の幼馴染です。幼馴染のスターダンでねやってた子なんですけれども、最初はこういった感じで、本当に私が大好きなお友達にモデルを頼んで、スティナの立ち上がり自体もみんな知り合いにこういうことやりたいんだよっていうのを言って、それに賛同してくれるお友達が最初からこうスティナの撮影だったりとか、このカタログもそうなんだけど作ってくれたっていう、本当に思い出のこれはカタログです。8月にデビューした時はなんとウェブ販売ではなくてファックス販売でしたね。だから皆さんにこういうカタログを配って、型をまず書いてもらって柄の組み合わせを選んでもらうっていうねやり方をしてました。今日はねちょっと記事ブック持ってきたんだけど、本当にアナログの感じ、カタログも自分で配っていろんなとこに置かせてもらって、本当になんかもう全部のありとあらゆる作業を全部1から10まで100までもう全部自分でやってました。なので本当に初期のお客様のお名前とっても覚えてます。私本当に5年間ぐらいね全部配送とかも自分でやってたので、本当にその間のお客様とかのことはすごくよく覚えてる。お問い合わせとかも全部私が答えてたので、本当に結構友達のようにやり取りさせていただいてたり、もうサイズのね音や最初はねサイズもどういう感じか分かんなかったりとかで全部やり取りもさせていただいてたりしたので、でけどこれファックスじゃ本当にこうなんかやっていけないなって思って、そうもうそれこそこれからはやっぱ EC の時代だということでね、オンライン販売を
始めました。そしたらさ、もうオンライン販売も始めたら本当にそれこそやっぱ広がったのがすごく早くて、販売の日はもう必ずなんかもう7時からだったかな、多分7時から始まったらもう3分で売り切れるから自分でクローズしなきゃいけなかったの。もう売れちゃうからどんどん自分でクローズクローズクローズってしてカートを閉めるみたいな。もうだからみんなその時関わってたスタッフたちはもう売れて嬉しいんだけど在庫より売れちゃうと困るから、もうみんなこう PC の前に座って数量に達した途端クローズするみたいな。結構本当にあ、もうサーバー落ちなくてよかったみたいな。本当に最初は本当にそういう本当に第一歩と言いますか、なんか運営的にはねかなりそんな感じだって、もう本当にただのバレリーナでそれ以外の仕事したことなかったから、そう本当に世間に出たことなかったわけですよ。私はなんていうのかな、自分が世間知らずで無力、能力がないっていうことをすごく痛感したけど、もう全部が全て学びで、みんなたくさんの人に助けてもらって、もう本当に全てのことを学んでいってたなっていう記憶ですね。ものづくりはね、割ともうこだわり、これはもうバレリーナだからどうやったら美しく見えるかとか、もうどうやったら、まあ、美しく見える可愛いのなんか当たり前で、どうやったら美しく見えるかっていうのにただただこだわって作っていたので、大変な部分もありましたけど、ものづくりっていうことに関してはもう本当に楽しくやってたの。私はなんかさ、そのブログをねずっと書いてたのね。なんでなんか今もインスタがすごい主流ですけど、昔はアメブロがねすごく主流で、2013年のそのウェブサイトが立ち上がった時に、あの私はアメブロを始めてるんですね。これ皆さんちょっとよかったら、よかったらとか、まあ、興味がある人はちょっとアメブロ、私のアメブロを読んでみて、そしたらちょっと10年間の軌跡がね、あのちょっと暇な方、ご興味ある方はぜひ読んでください。毎日書いてますブログ。本当にとにかく毎日自分も来て、もう写真撮ってアップしてっていうのを10年間ずっとやり続けてるっていう、あんまりやってることでも今とあんまり変わってないし、あのなんかこう書いててスタッフもねみんなブログ読んでくれてたんだけど、10年前と全然変わってないって、よくいい意味で全然こうブレてないっておっしゃっていただけてるので、なんかまあそれがもしね10年間愛されてる理由なのかなとちょっと思ってます。で、じゃあこの私が本当に思い入れがあるこの記事たちの中から全3回投票を行います。で、各1回につき3柄ね、私がもう事前にセレクトしたものを皆さんにお見せするので、その中から柄のね復刻してほしい柄を1つ選んでください。パターンもね3つの中から1つ選んでいただくんですけど、要は3回やるからさ、3個の柄と3個の方が最終的に皆さんの投票で選ばれます。その3と3が選ばれた中から私が組み合わせを決めて復刻商品を作りますっていう企画です。なので皆さんのね投票で皆さんのオリジナルレオタードが出来上がりますので、ぜひぜひご参加ください。ということで、じゃあ復刻記事ご紹介していきます。あなたが選ぶスティナ10年間の奇跡歴代レオタード人気投票ボリューム1ということで、まず1着目はじゃじゃーん、こちらです。これねちょっともう商品になっちゃってるものなんですけど、この柄のね部分だけちょっとあの見ていただけたらなと思います。こちら P1 とね名付けております。本当にスティナの中でもう P1 だから1 本当にあのナンバーワンのね記事なんですけれども、こちらもう発売当初の時もすごくすごくすごく大人気でした。こちらまずエントリーナンバー1でございます。じゃじゃーん、ということでエントリーナンバー2はじゃーん、こちらの P3 チューリップです。もうこれはね、はい、こっちもさっきもご紹介したけど、スティナといえばチューリップということで、これは本当に大人気大人気の記事でございます。こちらエントリーナンバー2でございます。
じゃじゃーん P8 こちらエントリーナンバー3の P8、 この赤のね千鳥格子のね生地、これもねすごい人気だったのすごい私も覚えているんですけれども、これもねとても可愛い、今でもなんか私はこういうのを作りそうなぐらいの、なんか本当に好きなテイストが変わってないなって自分でも思う。これは本当に私も現役時代、今選んだ3つは本当に毎日のように着てたなっていう記憶があります。でだーんということで、型のエントリーナンバー1 ということはもうこちらです。タイプ B リボン、もうこれはもうスティナのアイコンレオタードと言っても過言ではありません。これはもう一番もうお手持ちの方たくさんいるんじゃないかなって思うこのリボン型ですね。はい、でなエントリーナンバー2は、ディレクターズラインからもう不動の大人気を誇るタイプ H ハーフスリーブです。もうさ、逆に今ご覧になってるお客様って H なんか多分ディレクターズラインね、お持ちの方の方が多いのかなっていう感じ、これ多分もう H 皆さんお持ちの方たくさんいるかなと思いますけれども、このねシンプルイズベストみたいな本当に形がお体を綺麗に見せてくれるタイプ H です。今日の最後はエントリーナンバー3ということで、はい、タイプ T ロングです。こちらもねディレクターズラインの中でもう不動の王道の人気を誇るタイプ T でございます。これもね本当にシンプルにお体を綺麗に見せてくれるレオタードです。ということで今回ボリューム1 投票ボリューム1もぐちゃぐちゃだけど3柄3型の中からぜひぜひお好きなね柄と形を選んで投票してください。皆様が何を選んでくださるか私もとっても楽しみにしております。ということでまたね、ウェブサイトの方にもですねスペシャルコンテンツウェブページが出来上がっておりますので、ぜひそちらもね合わせてね記事のこととか書いてあるのでぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また2回目も楽しみにしてね。バイバイ。